すがる氏の出自には諸説があり、特に南部側では出自の南部氏に背いたものと強調するようなもので、すがる氏側のそれは南部氏は不祖の敵であるといったようなものである。ここではその両者の違いを眺めながら、こうであろうといった視点から話を進めていく。南部氏十三代森行の時代、南部氏は和賀氏、髭抜き氏を支配下に組み込み、さらに兵軍を平定するなど、南部氏の勢力を飛躍的に拡大させた。この森行の抜歯の則信は、金沢右京之助と称して、南部氏の支配下にあった出羽国戦国軍を支配していた。しかし、応仁2年1468、小野寺氏等の出羽州の反撃に遭い、南部氏は戦国軍支配を断念し、則信は本領の久慈に帰った。津軽氏の祖とされる南部光信は、この則信と久慈景政の娘との間に生まれた。この戦国軍を失ったことに関して、南部宗家と則信の間に確執が生まれた可能性があり、おそらくは、そのことが、光信が宗里に移る理由だったのではないかと考えられる。いずれにしても、延徳3年1491、光信は、現在の鰺ヶ沢町種里に入部した。光信が入部した津軽地方は、平安期から安倍氏を祖とする安藤氏が土佐港や藤崎城を拠点として支配していた地域で、江見氏日本海交易での莫大な経済力を背景にした軍事国家だった。しかし、14世紀末からは、八戸南部氏は、北進政策により、次第にこれを圧迫。柿地3年1443、安藤氏は蝦夷地に追い落とされた。しかし、安藤氏は、その後、幾度も津軽に上陸し、湿地回復を図ったが果たせず、下国安藤氏の嫡流は滅亡した。それでも下国安藤氏一族を据えて再興し、湊安藤氏の招きを受けて小鹿に移り、檜山安藤氏として勢力を拡大し、津軽回復を図っていた。光信が津軽に移ったのはちょうどこの時期と重なり、檜山から日本海沿いに津軽に侵攻する安藤勢を抑える意味があったと思われる。種里城は、赤石川流域の集落南西部の標高50から60メートルほどの山に位置する。安藤氏は、たびたび津軽奪還を企て、西ヶ浜地方を侵攻していた。種里城は、山間部に位置するため、海上からの侵攻に備えて、入部翌年の明4元年1492に浜立てを築き、続いて、赤石城を築いて安藤氏に対抗した。この時期、南部氏は内陸の大小路城や浅石城を津軽平野の支配拠点としていたが、光信の置かれた種里周辺は安藤氏残党がち侍化しており、敵中の真っただ中の状況だったと考えられ、勢力拡大することは難しかっただろう。それが、光信の南部氏に対する不満となっていったと思われる。それでも、
光信が金里に入部してから10年、光信は津軽平野に進出する。文亀2年、1501、光信は、岩木山の富六の西根城を改修し、大村城と改称し、本格的に津軽の穀倉地帯に進出した。この時期には、光信の背後を脅かす安藤氏残党の地侍の懐柔に成功し、西津軽、北津軽の両国化に成功したことを意味し、すでに津軽平野に進出していた南部氏一族との圧力が始まったと思われる。大浦城は、岩木山の南東麓、津軽平野水縁の飛行約10メートルの尾行地に築かれた平城で、本車を中心に東に二の車、さらに、その東に三の車、本車の西には、西の車の四つの車からなっていた。本車は不規則な方形で、各車は、土塁と水堀で区画されていた。大手口は、二の車の南側にあったとされる。現在は、本車、西の車跡は、リンゴ園や畑に、二の車跡には津軽中学校が建っており、遺構はほとんど残っていない。津軽での地方、確実なものにした光信は、大永6年、1526、67歳で没した。光信は、死の直前に、甲冑姿のまま、東南に向けて、立たせたまま、金里城の一角に埋葬するように命じたと伝えられている。東南の方向とは、南部宗家の三の部を見つめてのことだったのだろうか。光信が埋葬された墓所には、霊力があると伝えられ、かつて、領内に悪疫が流行した時に祈祷すると、立ちどころに収束したという。後を継いだ森信は、家人、町方、寺社などを大浦方へ移住させ、町づくりを行い、大浦の姓を名乗るようになった。これに対して、天文2年、1533、津軽社員を強めようとする南部安信が大工事城を攻略し、さらに大浦城に攻め寄せたが撃退され、森信と和を講じた。しかし、その一方では、石川城を修復し、一族の高信を据え、津軽社員の拠点とし、大工事、亜生氏、和徳の所城を、津軽氏に対する抑えとし、布陣を固め、次第に、大浦氏と南部氏の津軽をめぐる対立構造ができ始めた。天文7年1538、森信が死去すると、大浦氏の家督は、甥の正信が継いだが、正信は、和徳城主を幼い人の戦いで討ち死に、その後は、嫡子の為教が継いだ。しかし、為教は、病弱で嫡子がなかったため、甥の為信と娘を目合わせ、大浦氏の家督を譲った。当時、南部氏は、一族の九戸氏との圧力の中にあった。為信は、これを好機として、三戸南部氏からのつなぐ独立を目指し動き始める。